こんにちは、トラスト企画の花です。今日は車両紹介の動画なんですけど、阿部ちゃんが車を乗ってくるとのことだったんで、今ここで待たされてます。まだ来ないですね。お、音が。赤の車。いや、待ったかい？待ちました。待ちました。え、壊しました今ドア。いやいや、僕のランボルギーニで。ランボルギーニ。はい、僕のランボルギーニ買いました、ついにランボルギーニ。ほら見て、このドアね。あ、このドアがあれだから乗ってきたんですか今日は。そうですよ。ほら、トラスト企画は本当にいろんなね、3人スカイライン入ってくるんですけど、このスカイラインはまた初めて紹介する感じ。見たことない。いいでしょ、決まってるでしょ。寄りかかれる用のドア。違いますよ、花ちゃん。何ですか？これはね、ガルウィングって言うんです。聞いたことある。そう、当時、はい、まあ、2000年代初頭ぐらいですかね、うん、スポコンブームってあったんですよ、はい、スポーツコンパクトのブーム。その時にね、みんなこぞってこれつけたんですよ、このガルウィングドア。ね、でほら、当時ね、 YSP1、2ぐらい、うん、あの時代に中学校だった僕は、もうなんてかっこいいんだこのドアみたいな。どうなってんのみたいな。なりますね。横みたいな。うん。それがね、今日入ってきたんで、これはちょっとこれは皆さんに紹介しないといけないなと思って、もう撮ってます今日は。ネタのある車ですね。いいでしょこれ。ちゃんとね、一応横に開くんですよ。思いました。一回こう横に開いてからの上に開く。だから上げなくても開けられるっちゃできる。最悪できる。これね、ちゃんと両側なってるんですよ。助手席も、これ正面から見た映像がこちらです。いかつ。今これ YouTube ご覧の世代の皆さんだったら、ちょっとこれはありえない改造だと思うんですけど。これはちょっと意見分かれそうですね。でもね、多分今30代半ばから後半ぐらいの皆さん、うん、これみんなね、いいなって言うと思う。憧れてたドア、スポコン世代。あの雑誌のね、 D カーとか全部買ってましたから、僕中学校の時ね。もう当時はね、シビック買ってこのガルウィングつけるって絶対心に誓ってたんですけど、はい。まあ GTR 買ってしまったと。じゃあ、あとドアをこういう風にするだけですね。いや、ちょっと GTR でこれやるのにはちょっと。しかもね、これ大体やってんのってこう2ドアなんですよ。あ、ね、ですよね、これ4ドア。これ見てください、4ドアなんですよ。もしや、ここも、え、あ、開かなかった。開かない。こっち側。運転席頑張りましょう。開かなかった。こっちはね、普通のドアです。あ、普通なんだ。え、これ全部ドア開けたらどういう感じなんですか。こっちはドア開かない。ドア開かない。ドア壊れてます。でもね、4枚ちゃんとガルウィングになってくるのもあるんですよ。すごい、羽が4枚。今にも飛んでいきそうなスタイリング見てください。映画の世界ですね、なんかこれトランスフォーマーみたいでしょ、うん、いいんですよこれがまた。サンニースカイラインでこれついてるの僕初めて見ましたね。しかもこんな目立つ赤でついてるっていうのがね、なおすごい。しかもこれちゃんとターボのマニュアルの車なんですよ。いいやつじゃないですか。そう、多分乗せ替えだと思うんですけどね。お、ちなみにこの車は買い取りで入ってきた。これはね、買い取りじゃないです。あー、じゃない。はい、ちょっと某会場から来た感じなんですけど。まさかこのドアがついてるとは。
ミーくんネタ用で買ったんですかね。そうなんだろうね。これネタ用で買ってたら相当だけどね。すごい、はい、これドアどうなって、ヒンジのところが変わってる。そうなんですよ。ちょっとじゃあ見ましょう。そう、ここのねヒンジのところにダンパーが入ってて、うん、それでこう上に持ち上がれるようにですね。おお。で最初はちょっとこう普通に開きまして、普通に開きますね。でここから上にこうやります。おお。ダンパーが入ってるんだ。だから全然重くないですよ、ドア。うん、片手で普通に開きます。はなちゃん乗ってみて。乗ってみます。はい、乗ってみましょう。行きますね。え、乗るときいちいち上げるんですか？意味ない。あ、こっからが肝ですよね。そうそうそう。これグッと、グッと下ろして、おー頑張って、グッと下ろして、はい、OK。おい。手間ですね。でもね、これね、あれなんですよ。あの、例えばいっぱい荷物持ってる時とか、うん、あんまりこう、なんていうの？横、幅がなくて狭い時、もう上に開くから、上に開くから、こう、なんていうの？出入りしやすい。その分スペースが。そう、開口部はちゃんとあるんで。で、本来ね、うん、あの、これ、ガルウィングっていうのは、まあ、名称、通称なんですけど、うん、本物のガルウィングって なんていうの こう開くんですよ。こう、そうそうそう、こう開きますね。あの有名なのはデロリアンとかなんですけど、これはねランボルギーニのタイプでシザードアって言うんです。シザードアって言うんだ。そうそうそう、そうね、普通はこうパカッ、そうパカッて開くんですけど、これこう縦に開くみたいな。でこれはね採用してる理由はかっこいいからじゃないんですよ。ちゃんとちゃんとそういう使い道があって、そうそうそう、うん、あのランボルギーニって横幅すっごい広いじゃないですか。あ、広い。そうだから横幅が広いのにこう横に開くドアだとなおこう、そう幅っていうか横当たっちゃうじゃないですか、うん、だからこう上に開くんですって。そういうことなんだ。そうそう、ということはこの車でこのドアがついてるっていうことは何の意味もないっていうことですなおコンパクトになった。まあもともとコンパクトだけどね、3人ね、横幅はね。いやでもこれなんか見られそうですよね。これね、多分ね。人が多いところ行ってこんな開き方したら。普段はこうやって乗り降りしてんだと思うよ。じゃあどういう時に上げるんですかね。いやちょっとなんか目立っちゃおうかなみたいな、ウィーみたいな。気になる子いるな。あ、そう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 。ちょっと。オラついちゃおうかなみたいなね気分で変えられる。そうそうそう、ツーウェイドア、ツーウェイドアさあ皆さんどうでしょうかね、このドア好き嫌い分かれるよ、きっと分かれますね。全然意味ないじゃんっていう人もいれば、うわ格好だけでつけたいっていう人もいると思うんですけど、うん、でも不便ではないんですかね、どうなんだろう。まあ不便寄りの不便じゃないですかそれは不便です。あ、そうですかどうします、はなちゃん、彼氏が待ったって言ってこうやってドアバッて開けたらいや、こういう車でですか。うん、こういう車で。いやちょっと戻そうか、このヒンジにってなるほどね、純正のヒンジ探してあげるかなトラス企画にあるからさ、うん、あるから車体番号ちょうだいって。あ、なるほどね結構いろいろモディファイされてるんですか。そう、ドアだけじゃなくてエンジンとか駆動系とかマフラーも結構ドリフト仕様っぽくね、モディファイされてるんですけど、ちょっとコンピューターかなんかが調子悪くて、うん、あんまエンジンの調子は良くないんですけど、そうだけどもうこれはエンジンの調子とか足回りとかそういう問題じゃないんです。ドアの調子だけ、ドアの調子だけじゃあちょっと POV してみましょうか。こうどうや一人称視点でどうやって乗るか。よ、まずは横に開けて、それから縦に開けます。で乗り込みます。で下げる。よっ。はい、こんな感じです。
これいる？よいしょ。なんかバカ臭いね。握力鍛えられそうですよね。そうね、腕力は鍛えられる。でこの車もしかしたらこのまま販売になるかもしれないんで、この車を買う勇気のある方ぜひページ見ていただければと思うんですけど、うん、インタビューしたいですね、買いたいっていう。ねえ、ほんと。でもね、多分一回オールペンしてある。あ、もともと赤なんですかね。そう、もともとこのワインレッドの車なんですけど、多分そのもともとのワインレッドよりもうちょっと明るい色でオールペンされてて、でちょっとなんか R33 風ウイング、これ明らか幅合ってないけどね、ここね、トランクの幅が。そういうこと。そうそう、まあついてると。なかなかこういう、なんだろう、変態チックな車ってトラス企画集まってくるイメージなんですけど。いや来ますよ、個性的なの。あー、みーくんがね絶対買っちゃうから、こういうの聞かれて買っちゃうから。そうそうそう。じゃあこの車気になる方、問い合わせお待ちしてます。詳細は概要欄の、詳細は概要欄の方で、はい、ちょっと僕ら多く語らないんで。ドアの紹介でした。そう、もうドアの紹介だけ今回は。じゃあまたお会いしましょう、はい、ありがとうございます。なら